そうですね、もう本当ホームというか、ずっとここで、生まれて育って、ここでいろいろと本当に、全てをこう学んできたというか、やっぱでもお父さんですね、お父さんがいてお兄ちゃんがいて、その後ろをたどってたのが僕だったんで、2人がそういうふうにあのスケートボードスノーボードを始めてない限りは僕もいなかったし、まあ多分本当その2人のおかげが今につながってます。すごく人としてまた、すごく、まあ、夢を追いかけるって大変なことだと思うので、人としてすごいなというふうに思います。なので、まあ、私も負けずに夢を追っていきたいと思います。歩はスケートボードを3歳4歳ぐらいから始めてましたので、スケートボードとスノーボードは、ずっと続けてました。ですね、その20年前、まあ、ちょっとあれですけど、そうですね、その時は全国にまだスケートパークはそんなに近くにはなかったので、まあ、大阪行ったり東京行ったりっていうような形だったんですが、まあ、近くで、作ったことによって、まあ、すごくスノーボードまたスケートボードにも もちろん役立ちますし、サーフィンであったり、まあ、いろいろな人たちが来てくれて、いろいろなコミュニティでいろいろな人と友達になったりっていうことで、すごく、大変でしたけど良かったです。そうですね、でも本当お父さんがそういう環境を作り出してなかったら、まあ、多分僕たちも出会ってないと思うんで、まあ、スケートパークを、そうですね、毎日スケート家からスケートパークに行けるその環境があってでこその今だったり、スノーボードも、はい、お父さんがそういうスノーボードの山に毎回連れていく形がなければ、まあこういうふうに横乗りに出会ってなかったと思うんで、まあ本当今こう年々自分も、成長していく上でありがたいなっていうふうには、そうですね、まあ、そういう気持ちは増しているのかなっていうふうに思ってますね。多分小3とか小4ぐらい、あ、もっと前かな、あ、もっと前かもしれないですけど、いつなんだろうな、でも小学校2年生ぐらいから、なんか多分こう兄貴が大会に結構もうで国内の大会戦ってたので、なんかそれのキッズクラスみたいなのを、まあ僕は出てた気がするというか、その延長がなんか、そうですね、延長で、まあ、なんかこう一般の、お兄ちゃんたちとこう混ざって大会出てたのは覚えてて、そうですね、X ゲームはもう本当小さい頃から憧れてた大会で、もう本当映像で毎日こう国内でこうスキー場に行く時に毎日毎日見てた大会の一つだったので、なんだろうな、こう信じられない気持ちというか、まあ、そういうのも大きかったし、まあ本当トップのショーンとか、まあもうそう、なんだろうな、限られたトップの選手たちと戦う、こう初めての瞬間だったんで、そうですね、もうとりあえず高さだけは負けないようにっていうとこが、なんかこう、まあ、なんかこういつもの自分とはまた違う自分になってたのはすごい思い出すし、なんかそれによってさらになんかこう、気持ちもなんかこう現実味もすごい、なんだろうな、こう
一歩上の人たちに近づいた時の瞬間っていうのはすごい覚えてますね。歩夢が13歳の時、スノーボードの、アスペンの、X ゲームを初めて現場を見に行きました。で最初はこの日本にいる時は飛べとか、もっと回せとかっていうような形で、子どもたちと、練習したりいろいろなその日本の山で、トレーニングしてたんですけど、実際彼らが戦っている場所を行ったら何もかける言葉がなかったっていうのが、正直な感想です。そこの雰囲気は、もう周りは池っていうようなこう夜やってるんですが、すごく小的な要素もあって、もう選手たちも氷の音がもうすごいこう怖いような音が、シャーってなってて、もうすごい音だけで硬いんだなっていうような状況で、彼らは、その観客にこうすごいアドレナリン出ながらやってまして、私の想像を絶するような高さでパフォーマンスをしているのを見た時、ちょっと日本の大会とかそういうような大会と比べると、ちょっと私はちょっと想像を絶するような現場だったので、私が経験してないことを彼らにアドバイスはとてもじゃないけどできるような雰囲気ではなかったですね。戦場にいる戦士みたいなちょっと、に選手たちが見えました。まあでも自分の場合は、まあ、スノーボードからこう来てのスノーボード、スケートボードなんで、まあそのまあ両立っていう部分もそうだし、まあそういった両方トップの方を目指して、まあその遊びでっていう部分においたら、やっぱ両方やってる人たちはいっぱいいると思うんですけど、なんかそれを本格的に、なんだろうな、トップを目指すつもりでやってた人たちってもういないと思うんで、まあ、僕の場合はなんかなんだろうな、ただ大会で成績残して海外で戦えればいいっていう気持ち以上に、やっぱりオリンピックとかそういう舞台での影響力ってやっぱかなりあると思うので、やっぱ小さい頃もやっぱそういう舞台見て、なんかこう、スノーボードに火がついた時を思い出すと、やっぱそういう立場になりたいというか、なんかこう立場の人しか見せれないものもあると思ってて、海外に比べたらあんまりこう映し出されない競技でもあると思うんで、やっぱオリンピックっていう舞台はすごいこう見せ場になってくると思うし、まあ本当国のなんだろうな、選ばれた人たちしかこう戦えない、その限られた人数の中で、こうなんだろうな、責任感持ってなんか戦うっていうのは、なんか僕がオリンピック出て感じたことだったんで、まあその分いろいろ不自由にもなるし、なんかこう自分を貫けない部分も出てくるっていうところにおいては、こうなんだろうな、そういうものも背負って受け入れながら戦わなきゃない、ちょっと特別なそういう空間はあるので、まあなんかそういう、スノーボードから今スケートボードにシフトチェンジして、まあ時間的にもすごい限られてる中の、なんだろうな、両方同時進行みたいな流れで今やってるからこそ、まあその両方を目指してるっていうことが多分僕にとって一番大きい表現になるんで、
なんかそれをなんかスノーボードだけスケートボードだけっていう、まあ僕たちやってきた時はどっちかで一番を取るみたいなスタイルとかがあったと思うんですけど、これからはもっと可能性を秘めた子どもたちだったり、やっぱその先を見ている子たちっていうのをなんか僕は楽しみにしてて、まあそういうなんだろうな、うん、一つのことじゃなくて例えば 3S だったりとか、うん、サーフィンもやるなんていう子とかがもし出てきたら、なんか、うん、もっと横乗り業界も盛り上がるし、うん、なんかそういうところの部分で、うん、自分の影響力みたいなのがこう若い子たちに継がれていけばいいなっていうふうに思います。